はい、皆さんどうもこんにちは、ザッキーです。今日は、現環境のリアルタイム対戦における、最強先発4戦と、プラスアルファについて紹介していこうかなというふうに思っております。まあ、そのリアタイ の、まあ、その今現段階の先発枠っていうのは5枠あると思うんですけれども、なぜその4人を、メインに紹介していくかというと、単純に僕自身がこのピッチャーは絶対に強いなと言える投手が4人だからですね。加えて、まあ、その5人目に関しては、まあ、その使ってもいいかなとか、まあ、その全然使えなくはないなというピッチャーについて、まあ、その何人か紹介していこうかなというふうに思っております。では早速紹介していきたいと思います。はい、1人目こちらになります。石川歩夢投手ですね。まあ、僕 の、 その今までの動画にも何回か出演しているピッチャーだと思うんですけれども、まあ、具体的に何が強いかというところですよね。はい、こちらになります。シンカーと高速シンカーの使い分け、やっぱりこれがそのメインとなってくるピッチャーなんですけれども、まあ、この今回の2021シリーズ1からシュートが高速シュートに変わったんですね。この点が、まあ、その、まあ、リアタイの環境において、最強格に、上がってきた要因の一つなのではないかなというふうに思っております。さらにその前のシリーズからなんですけれども、この特能の部分ですね、超コントロールとキレとタイピッチ。超コントロールはやっぱりそのナイスピッチとベストピッチがあると思うんですけれども、ナイスピッチでもある程度その定まったところに行く、ベストピッチだとそのこの石川歩夢投手に関しては制球がある程度高いので、本当に思ったところに行くかなというふうに思っております。加えてキレにおいて、まあ、その相手のミートであったりを、まあ、その能力ですね、能力の部分をかなり削れると思いますし、タイピンチの強さというのは言わずもがなかなというふうに思っております。そして2人目、はい、こちらになります。山本由伸投手ですね。僕 の、まあ、その何本か前の動画でも、まあ、そのこのピッチャーの配球について、説明していったと思うんですけれども、まあ、2番目に強いピッチャーはこのピッチャーなんではないかなというふうに思っております。まあ、なんといってもその球威、制球、スタミナ、全ての部分において、まあ、その元々の能力値が非常に高いという部分、そしてその一つ一つの球種のクオリティが非常に高いですね。高速スライダー、ツーシーム、そしてスプリット、まあ、高速スライダー、高速スラカットと高速シュート、ツーシーム、スプリットといった、まあ、そのリアタイにおいて、まあ、その強いと言われる、まあ、その組み合わせを、2つを持っているという部分、さらに、まあ、そのタイミングをずらすことができるドロップカーブであったりスローカーブというところを持ち合わせている点が、非常に強い部分なのではないかなというふうに思っております。さらに、こちらの特殊能力の部分において、伸びきれ対強打者、この部分ですね、まあ、全て相手の能力値を下げることができる、まあ、特殊能力でして、まあ、対強打者に関しては、まあ、そのかなり強い特殊能力となっております。具体的にそのどれくらいその能力を下げるかっていうのはちょっと僕自身把握しきれてないので、まあ、そのお伝えすることはできないんですけれども、まあ、来て嫌なピッチャーの一人なのではないかなというふうに思っております。はい、3人目こちらのピッチャーになります。田中将大投手ですね。球威、制球、スタミナ全て82の同値、まあ、このピッチャーも非常に能力の高いピッチャーとなっております。僕自身もその何回もこの田中将大投手を狙ったんですけれども、全然当たらなくて、まあ、そのまだゲットできてない状況ではあるんですけれども、まあ、その何が強いかという部分ですね。その球種としてはもう石川歩夢投手であったりその山本由伸投手と比べてちょっと少ないように思えるんですけれども、そのツーシームスプリットがある点、さらには僕が強いかなというふうに思うのはこのカーブですね。このカーブが他の球種、まあ、他の球種結構見てもらえれば分かるんですけど、球速が速い方なんですね。ストレートが156キロ、その他の高速スライダーどちらも143キロで、スプリットが144キロ、ツーシームに関しても150キロ超え、その中でカーブだけが123キロとかなり遅めとなっております。まあ、その要は何が言いたいかというと、まあ、そのタイミングをずらすことができるというところですね。この斜め方向の高速スライダーと同じ方向でさらに、ね、タイミングをずらすことができる。単純にその配球の基本のところで、まあ、そのお伝えした視点を合わせるというだけでも非常に強いピッチャーになってくるのではないかなというふうに思っております。そしてですね、こちら特殊能力を見てもらいたいんですけれども、キレとコントロール、この部分が非常に強いですね。まあ、その田中将大投手とその対戦したことがある方はちょっと分かってくれるのではないかなというふうに思うんですけれども、このキレがついた時の田中将大投手のツーシームですね、非常にえぐいです。
山本由伸投手のツーシームもかなりその直前で曲がってくる印象があるんですけれども、この田中将大投手のツーシームもなんか本当に直前までスプリットなのかツーシームなのかどちらなのか分かんないというような時も多々あります。そしてコントロールがついている部分ですね。この球種の部分でこのいろいろと、その全てが強い球種の中でコントロールがついて、ビタビタに決められると正直手も足も出ないんですね。その球種が少なくてどこが強いのみたいな感じで、思う方もいると思うんですけれども、間違いなくこの先発4戦の中に入ってくる、一人なのではないかなというふうに思っております。はい、4人目こちらになります。上沢投手ですね。ちょっとまだ S ランクとかが出てないので、その C ランクも出てるんですけど D ランクの方でちょっと紹介していきたいなというふうに思います。このピッチャーは多分エース枠で今後出てくるのではないかなというふうに思うんですけれども、 D ランクからプラス30の能力で S ランクが出てくるので球威79、制球76、スタミナ78の能力となります。そしてこのピッチャーのどこが強いかというところですね。このシリーズからちょっと球種が変わったんですけれども、スライダー、カットボール、ナックルカーブ、ツーシームフォーク、サークルチェンジですね。やっぱり、この上沢投手を使っている方非常に多いですね。ツーシームとフォークの回転が非常に似ているという部分ですね。そして僕自身、一番厄介なのではないかなというふうに思うのが、このツーシームが F のところですね。その F でちょっと全然曲がらないというところで、ずれてしまって打ち上げてしまう、こういうことも非常に多いのではないかなというふうに思っております。そして今シリーズからサークルチェンジも追加されて、その前回か前々回ぐらいの大谷選手の動画を見てくれた方は分かると思うんですけれども、そのサークルチェンジ、この球種の強さというところはこれまで何回か紹介してきたのではないかなというふうに思います。変化量は3ですが、その大谷選手の時にサークルチェンジを使ったみたいにこの上沢投手も使っていけるのではないかなというふうに思います。そしてこのナックルカーブをその左バッターのインアウトハイですね、アウトハイであったり右バッターのインハイにボール球として外すことでより投球の幅というところは広がってくるピッチャーなのではないかなというふうに思っております。特能はちょっと出てないので、説明することはできないんですけれども、おそらく、前回の、シリーズでは、キレなどが出てたので、キレがつくと先ほど田中将大投手を紹介した時のように、そのツーシームだけでなく、そのフォークと回転が似てるので、そこの見分けが、よりつきづらくなるのではないかなというふうに思っております。はい、いかがだったでしょうか。今回は現環境のリアルタイム対戦における最強先発4戦についてお話しさせていただきました。少し、動画の尺が長くなってしまった関係で、5人目以降のプラスアルファの投手については、次の後編の動画で、ご紹介させていただこうかなというふうに思っております。今後の動画についてなんですけれども、今回の、紹介した先発4戦、さらには次に投稿する後編の動画でご紹介するプラスアルファの投手たちについて配球を解説していこうかなというふうに思っております。その後はその中継ぎ投手というところに関しても徐々に紹介していけたらなというふうに思っております。後編の動画では少しちょっと考えてもみなかったピッチャーに関しても候補の中に入っているので、そちらの動画も良ければ見ていただければなというふうに思います。では、今回の動画はこの辺で終わりたいというふうに思います。できれば高評価、チャンネル登録の方をお願いいたします。では。